人形をコマ撮りしてアニメにするストップモーションアニメ、人形ならではのモフモフふわふわ感にすっごく癒されちゃうんですよね。ダダーン、えねこだよ。最近仕事疲れてるななんて思っている人いませんか？いい仕事をするには1に睡眠、2に食事、3に面白いアニメということで、毎日仕事を頑張っている皆さんを応援するべく、私のとっておきのアニメを紹介します。それがこちら、リラックマとカオルさん。平凡な OL であるカオルさんとリラックマたちの何でもない日常を描いている本作。アニメといえば絵や CG が動いているものというイメージがあるかもしれませんが、この作品は人形をコマ撮りしてアニメにするストップモーションアニメという手法で制作されています。人形ならではのモフモフふわふわ感にすっごく癒されちゃうんですよね。私も普段はネットフリックスの社員として忙しい毎日を過ごしているのですが、疲れた時などに定期的に見直してリフレッシュさせてもらっています。今回はそんなリラックマとカオルさんの魅力をたっぷりと紹介していこうと思います。リラックマとカオルさんは2019年4月からネットフリックスで全世界独占配信中の作品です。2019年ネットフリックスで最も見られたシリーズトップ10の日本版で2位にランクインするなど大人気シリーズとなっています。主人公はどこにでもいる平凡な OL のカオルさん。声優は女優として活躍されている多部未華子さんが担当されています。そんなカオルさんの家に住み着いている大きくてモフモフのリラックマに、小さな白いクマの子コリラックマ、元からカオルさんに飼われていた黄色い鳥、頑張るを忘れる10分間というキャッチコピー通り、1話10分のショートストーリーでカオルさんやリラックマたちの何でもない日常が描かれていきます。この10分間という長さも仕事で疲れている時にはすごくちょうどいいんですよね。何でもない日常と言っても、その中にはドキドキしたりワクワクしたり、時にはモヤモヤしたり、いろいろな感情がありますよね。脚本は実写映画カモメ食堂などでも知られる荻上直子さんが担当されていて、繊細な心の機微まで丁寧に描かれています。私が最初に見た感想が、もうカオルさんがすごいネガティブなんですよね。そのネガティブなカオルさんをなんか癒してくれるリラックマたちっていう印象がすごく強かったですね。で、まあカオルさんがどうしてもネガティブになってしまう部分はきっと皆さんも一度は経験したことあるかなって思うので、そこに共感できました。第1話でなんか取り残され感満載ですねっていうセリフがあるんですけど、カオルさんの同級生の友達たちが、まあ、1人はすごいなんか売れっ子のテレビに出ちゃうような料理本を出す料理家だったり、お子さんのお母さんだったりとかして、で、まあ、まだその独り身のカオルさんにとっては取り残されてしまったっていうような感情になってしまう第1話なんですけど、最後のオチが決してネガティブではなく、まあ自分のペースで行きましょうよっていうような、なんかそこはすごく共感できましたね。私としてもお気に入りのエピソードは、リラックマたちがカオルさんを元気づけようとしてハワイアンな演奏をするんですけど、もうカオルさんが全然それを分かってくれなくて、もう全否定しちゃうんですよ。まあいろいろあって、まあ、カオルさんにその戻ってくるんですよね。なんかその罪悪感って言いますか、ハワイアンの踊りをしているリラックマたちがめちゃくちゃ可愛いんですけど、まあカオルさんのなんかちょっと可愛らしい部分も出ているなって思って、すごく好きなエピソードですね。リラックマとカオルさんが配信される際に、あのリラックマとカオルさん展っていう展示会があったんですけど、
そこに行ったことがあります。で、行った時に本当にその美術のその繊細さだったり、実際のその人形のサイズ感だったりを体験することができて、すごく細かい職人芸が発揮されていたセットでしたね。セットもそうですし、あとカオルさんのファッションもこだわったりしていたりして、いろんなカオルさんの着ていた衣装が展示されていたり、すごく可愛かったです。劇中の音楽をくるりの岸田さんが担当されていて、本当にぴったりなんですよね、リラックマとカオルさんの雰囲気に。なので内容にもちろん注目してほしいんですけども、美術だったりとか音楽にも注目して見ていただければ嬉しいなと思います。冒頭でも少し話しましたが、この作品はストップモーションアニメという手法を使ったアニメ作品になります。人形を少しずつ動かしながら写真を撮影していき、それをつなげてアニメーションにしているというものなんです。例えばこのように何枚もの写真を撮影してつなぎ合わせてみると、ほら動いて見えますよね。もちろん実際の撮影はミニチュアで、もっと細かく人形を動かして撮影しているので、こんなに簡単ではありません。制作は世界最高水準のストップモーションアニメスタジオとも言われるドワーフ。質感や光にこだわり、丁寧に丁寧に制作されていくので、一人のアニメーターが一日の作業で撮影する尺は一日10秒が目標なんだとか。撮影期間は7ヶ月で、制作期間は約2年。そう、撮影枚数は22万枚。いやー、途方もないですよね。そんなリラックマとカオルさんのメイキングが気になる方は、 YouTube にて公開されている動画のリンクを概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。またリラックマとカオルさんの新作であるリラックマと遊園地が Netflix で公開予定です。こちらもすっごく楽しみですね。私の家にもリラックマたちが来てくれないかな。ということで、リラックマとカオルさんについて紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。何度見てもどのエピソードから見ても楽しめる作品なので、皆さんもたっぷりと癒されてくださいね。感想などもぜひコメントしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。